楽友会の皆さん、こんにちは。渡辺さん、金井さん、動画は意見しました。だんだん腕を上げておられますね。今日は合成音声の第2弾です。14日に来られた方にはそっと教えしますね。猿さんも芋を洗って食べています。私たちも、よく、手を洗って、ノロウイルスにかからないようにしましょう。